デュッセルドルフ空港駅は、ドイツのデュッセルドルフ国際空港付近にある、ドイツ鉄道及びラインルール S バーンの駅。空港ターミナル内にある、デュッセルドルフ空港ターミナル駅からは、離れており、別名、デュッセルドルフ空港長距離駅とも言われている。S バーンのほか、タリスや S、DB の一般列車が停車し、空港ターミナルとは、スカイトレインで結ばれている。 連邦政府が1460万ユーロを投じて2000年5月にデュッセルドルフ空港の連絡駅として開業した。開業式典には当時のドイツ首相ゲアハルトシュレーダーとノルトベストファーレン州知事ボルフガングクレメントが出席している。2002年7月1日には全長 2.5km のスカイトレイン開業で空港ターミナルビルと直結するようになった。 二面二線の S バンド中央に通過線を備えた二面四線の DB 一般路線が一体化しており、相対式二面の間に両路線が共用する、島式ホーム一面二線を挟み込む四面六線となっている。スカイトレインの駅舎とは連絡橋でつながっている。駐車場四駅経由で空港ターミナル A、B と空港ターミナル C を結んでいる。 航空旅客と有効な鉄道乗車券所持者は無料。ありがとうございます。